国役憲法とは国民代表の会議によって憲法を作成して君主に承認させる手続きを経ることで国民と君主間の約束時として位置づけられた憲法のこと。日本においては明治時代に自由民権論者によって唱えられ明治政府の掲げる禁定憲法論と対立した自由民権運動最中の1880年頃より 東京日日新聞や朝野新聞などで人権の擁護と天皇制の維持の両立のために政権のための会議を召集して憲法草案を作成し天皇の合意を得られた国役憲法をもって憲法とすべしとの論調が張られた。板垣大輔は市議憲法の作成意図について我が国権制の良したるで次のように述べている国家の根本法たる憲法は 君主と人民との一致に基づいて定むべく、国役憲法とはこれを言うなり、すなわち知るべし国役憲法とは、君民同地の真髄なることを、ゆえにいやしくも我が国の憲法を制定せんと欲せば、まず憲法制定のための国民議会を開かざるべからずと、真に、皇室の安泰と人民の福祉を思いばかり、この金を無欠の国家を永遠に維持せんがために、 万政府疫の根本法を定めんとするもの。我が国権制の良し、来たる板垣大助著東京日日新聞はは、憲法制定の方法として、近定憲法では民権を保持できず、国会自らが制定する、自定憲法では、君権を犯す恐れがあるため、皇室を仰ぎかつ、公衆の安寧を保護するためには国役憲法を、定めなければならないと主張し、 直線の大議士を招集して、憲法草案について議論すべきであると唱えた。また、朝野新聞は大議士を招集して、国民名会というコンベンションを開き討議し、天皇の批准をもって、国役憲法を制定すべきであると唱えた。1880年3月に開かれた国会規制同盟第1回大会は、国会を先に開設し叱る後に、 国民の代表による議会で憲法を制定するとの方針を同年11月の第2回大会は同盟に参加する各結社において憲法案を研究作成することを決めたそのため1881年より各地で市議憲法が作成されることになった国役憲法論は民間の憲法論の大勢であったが翌年の国会開設の証書によって憲法は 金帝による方針が打ち出されたことによって、国役憲法論を公然と主張することは許されなくなり、国役憲法論は事実上挫折した。そのため憲法に関する論争は、主権や憲法の諸原則をめぐるものに移っていった。ありがとうございます。